藤さんといえば何度も SaGa というお話が出るんですけども、当時聖剣伝説通貨ロマンシング SaGa どちらを担当したいかって聞かれたっていう話があると聞いたんですけども、それどういうことなんでしょうか。いわゆるスーパーファミコンになって、あのこの聖剣も SaGa もほぼほぼ同時進行で、はい、あの進むことになって、はい、で自分は最初が SaGa 2氷伝説で次は聖剣となって、まだあの音楽がその担当が2人しかいなくて、自分と Uematsuさんの、はい、で3人目をそろそろ入れようということで、後々その菊田博樹さんが入ってくるんですけども、はい、まだ菊田さんがいなかった時に、もうその時イトケンさ、どっちやりたいみたいなこと言われて、はい、で自分はその前が聖剣で、初めてソロデビューさせてもらったということで、はい、印象というか思い入れも強かったので、はい、じゃあ聖剣やりたいですって言ったんですよ、はい、分かった、ちょっと1日考えさせてくれと、はい、翌日になって、言うときはお前やっぱりサガやれよと、はいみたいな、ですよね、うん、まあ、なぜですか、みたいな、はい、まあそれは全然いいんですけど、はい、お前もっとカーズさんに揉まれてこいやみとか言われて、要はいろいろ修行してこいみたいなことを言われて、はあみたいなところで、そこから、まあ、上松さんの鶴の一声で決まっているものですね。はあ、いや、何の質問やってんってなりますよね、まあ、それは。で、その次に入った菊田さんは、自動的に正規になるんですけど。はい。意図があって、上松さん的には、そちらで勉強した方がいいんじゃないかっていうことがあってということですか。そうですね。まあ、深いことは聞きませんでしたけど、まあ、とりあえず揉まれてこいって言われて。でも、今となっては、それでずっと差がを。運命ですよね。ですよね。そんな伊藤さん、たくさん曲作られたと思うんですけども、携わった作品の中で印象に残っているものとかありますでしょうか。難しい質問ですね。まあね、数が多いですし、どれもやと思いますけども、ね、はい、でもやっぱり最新って言ったらですけど、やっぱりユニバースは、はい、メインテーマを作る際にいろいろ時間も取らせてもらったんですけれども、はい、たまたまその自分のプライベートの旅行とかも重なって、はい、ちょっと宿題的な感じで、ね、ちょっとその時は北海道に行くことがあって、はい、ちょっとそこの北海道の雄大な景色を見ながら影響を受けてメインテーマ作りますみたいな感じで行かせてもらったんですよ、はい、でまあ帰ってきて、で花歌まじりに作ったメロディーを元に作ったのが今のリユニバースの最初の絆ってメインテーマなんですけどね、はい、そういう雄大さや勇壮さも含めて、あ、行ってよかったなって思いながら作ったのが今自分の中の浸透している部分があって、はい、で先日もそのオーケストラサガで演奏もされたんですけども、はい、なんか新たな感動があったんですね、自分の曲ながら、はい、っていうところで、あ、なんか今まで作ってきたロマサガシリーズのオープニングタイトルというメインテーマあるけれども、はい、なんかそれに並んだかなみたいなところがあって、はい、そういう意味では作ってよかったなと思いますね。はあ、そうなんですね。